髪かわいい。やったね。自分でやったけど、ちょっとうまくいったんじゃない？今日は。前髪もね、ちょっとさっきまでね、もう格闘してたんですけどね、結構まあいい感じなんじゃない？そう、今日もお絵描きしましょうか。雑談ちょっとした後にね。今日もお絵描きしましょう。いい感じね、でしょ？全然崩れないやつ。スプレーかけたんですよ。そう、前髪ねじ伏せた。ねじ伏せました、私のパワーでね。パワー、お豆腐さん。かわいい名前、ありがとう。くまちゃん、そう、このくまちゃんのギフトなんですけど、今日もちょっと何回か説明しますね。アートコンペっていうのに参加してて、今私アートコンペ用のギフトのもらい方っていうのがあるんですけど、私のショールームでコメントしてもらって、何でも OK です、顔こんばんはでも、かわいいねでも。そう、何でも OK です。で、ショールームの、自分のショールームのメニューに行ってもらって、チャレンジってところがあると思うんですけど、そこを押してもらって、そしたら無料でくまちゃんのギフトもらえるので。もらえるので。なんかベレー帽をかぶったくまちゃんのギフトがもらえるはずなので、10個くらいかな。ぜひもらって私のルームで投げてくれると嬉しいです。って感じです。貼ってあるので、ぜひいつでも見てね、お願いします。浜さん、ありがとう。くまちゃん、ありがとう。なっちゃんさん、アイスごち。ゆうさん、バラ、ありがとう。としさん、ありがとう。しんやさん、ありがとう。くまちゃん。じゅんちゃんさん、かわいい、ありがとう。としさん、あ、くまちゃん、またありがとう。チェンさん、かわいい、ありがとう。かずひろ、ハート、あ、たくさんありがとう。ゆうさんも、ありがとうございます。そう、参加してるので、もしよかったら、たかっちさん、ながさん、てつさん、ありがとう。くまちゃん、たかっちさんもありがとう。おりごとう。じゅんちゃんさん、さくらんぼありがとう。こんばんは。こんばんは。ツインゲットしてきたぞ、ありがとうだぞ。ありがとうだぞ。ともちゃんさん、たくさんありがとう、ハート。あと、へいちゃんさん、出会ってる、へいちゃんさん、着替えてくれてる。私のアバターに、ありがとう。くまちゃん、これなんかもらえるの、イベントって、イベントのポイントが上がるって感じです、私の。そう、なんかね、イベント自体は自分で配信中に衣装を描いて、夏着てみたい衣装を描いてみようみたいなイベントですね。昨日配信いけなくてごめんね、謝らないで。今日ね、その分話しましょう。ちょっと寂しかったけど。ツインテール好き？そう言われちゃったらね、一生するしかないじゃないですか。そう、明日ね、葵さんの生誕祭ですよ、皆さん、皆さん。おめでたい焼き。そう、葵さんに LINE しちゃった。すごくないですか、昨日ね、ショールームで最後の方に、人見知りレベルを今が100だとすると、38まで下げようって約束っていうか、まあ決めたじゃないですか。
そう、描いたイラストはアバターになったりするの。そう、アバターになるんですよ。そうちかこさん、じゅんちゃんさん、ありがとう。くまちゃんやるやんってでしょ髪型まだ決まってなくて、そうみんなからね、これいいんじゃないみたいなのとかはもらってるんですけど、それも頭に置いた上で、でも生誕ガールの方のねに決めてもらえればって思って、そう LINE しました。そう、どんなのがいいと思いますかって決めてほしいですって LINE したもうなんかもう打つ手が震えてましたよ本当そうドキドキしちゃった当日決めようねって来たので、そうもう頑張りますいろいろ話しかけないとね明日もじゅんちゃんさん、ありがとう。たこちゃん、ともちゃんさん、尊い、ありがとうこんばんは、主権だ、ありがとう。こんばんは、じゅんちゃんさん、バラたくさんありがとうあ、ありがとう。説明、衣装アバターの推薦ギフトになります。いっぱい投げてもらえると有利になるかもです、っていうことですちょっと全部そのまま読んじゃってごめんね。そんな感じです。な感じのアバターになるかもよっていうイベントですそう、送信ね、もう何回もこう書いて消してってやってね、ほんとよくやったってすごい優しい、みんな LINE 送っただけで褒めてくれるなんてなんて優しい世界、野菜生活。ペンペンさん、結婚してありがとう、夢でねチェンさん、バラありがとうもっと絡んだら喜ぶと思うよって、そこがね難しいんですよねえ、えらいありがとう。はじめまして、はじめましてすごい初見の方がたくさん来てくれてる、ありがとう長野みやびって言いますそう、明日ね話しかけないと、ちゃんと、もうそこでね人見知り発揮して、いや LINE したけどでもうんみたいにならないようにね。あ、ゴリラさんありがとう。パンケーキさんもありがとう。くまちゃんありがとうございます初見です、嘘ともちゃんさんファイトありがとう、頑張るさあ、ねちょっと、あ、葵さんみたいな、そうボショボショボイスになっちゃうので、ガンガン行きな、そうね、もうガンガン行こうぜですもんね、今年はね、目標がドラクエのあ、ごめんなさい、いいですってならないようにで、私の行動みんなもう予測できてるじゃないですかね。あ、葵さんって言って、あ、なんでもないです、すいませんってね、ならないようにね。大丈夫大丈夫、あ、元気よ、全然さっき戻っててね、だから頭の頭部がぺたんこなの汗かいてね、今日ね寒いしね、謙虚にガツガツ、確かにそれはあるね、謙虚なのはね誰に対しても忘れちゃいけないことだと思うので、デーデーちゃんさんありがとう。くまちゃんショールーム久しぶり、来てくれるのありがとう。コウメイさんありがとうございます。くまちゃん実はね今日ね、もう
なんだろう、合間にダンスとかしてて、なんかちょっと集中力切れちゃったんですよ今日。そう、それでね、その時にね、いくつか書いてたのもあるんですよそうそう、集中力がね切れちゃってね、そう、まあやったんですけどこの後もやるんですけどね、どっちにしろファイト、ありがとう水千代さん、頑張るんばー。明日もね、早めに入るんですよ。なんだっけ。そう、ステージ使いたいから。そう、この前はね、2公演あったじゃないですか。禁止条例が先に昼やってて、ごめんね、お腹鳴ってて。そう、昼やってて、だから使えなかったんですよ、ステージが。で、レッスン上でやってたんですけど、そう、明日はね使えるっぽいですやったねそう、リハのリハみたいな感じ気分転換は必要ね聞こえてないよ聞こえとるやないかい、その返信はうん、ラックスさん、ありがとう、くまちゃん、ありがとう、ありがとう。何時になったらあれしましょうかね、公開していきましょうかねミアビームの貸し切りかもリハリハ、そう、リハリハですよ、リハをします、一人で誰かいるかもしれないですね、でもどうだろうね、まあそれぞれやると思うから、どっちでもその貸し切りステージに招待してください大丈夫ですか、私が突然ね立ち位置うんとかになって焦ってる姿見ない、見ちゃうじゃないですか、そうするとね、気抜いてるから。そう、あ、そうだ、思い出した、そう、これ言おうと思ってたんですけど、私前回の公演エナジードリンク一本も飲まなかったんですよ。そう、この私があ、長さんハートありがとう。いや、単純に買い忘れたっていうのもあるんですけど、そう、飲まなかったんですよ一本も。本当にもう1cc?とかもね、もう1ミリも飲まなかったんですよ、一滴すらあ、すごいなった、レッドブルとか、そう、レッドブルとかモンスターとかすごい飲むんですけど、あとリポビタンデーとか、そう、エナジードリンクなし偉い買い忘れかーいって。そう、買い忘れもあるんですけど、でも自販機とかにも行かなかったんですよ。なんか行くって聞かれたんですけど、マネージャーさんに、そう、あ、でも大丈夫ですって言って、そうね、全然エナジードリンク飲まなかったから、あのあれですよ、力入れないとかじゃなくて、なんか盛り上がるじゃないですか、やっぱりエナジードリンクってね、そういう作用あるから、スタミナついたね飲みすぎ良くない本当。でも明日は飲むかもしれない。でも体力とかが上がったのかな、飲まないでね。代わりに何か飲んだんだえ、本当に飲んでないんですよ、もうお水、お水だけです。そう、ちょっと待ってね、あいたかさんっていいのかな、ありがとうくまちゃんありがとうございます。じゃーんさんさん、ありがとう、くまちゃんありがとう、伊豆千代さんいいね、ありがとう、デデちゃんさん、くまちゃんかわいい、別のだ、ありがとうかわいい、なんかシルクハットじゃないけどかぶってる、かわいい、絵描きさんみたいなありがとうございます
あー、じゅんちゃんさん、ペンライトありがとう。ピンクだ。エナジードリンク飲んでパワー100倍やねって。押してもいいですかね、はじめまして。なんか逆なような気がするけど、はじめまして、押してください。何さん、お日様さん。すごい今ちょっと棒読みになっちゃった。すごいなっちゃうな。チェンさんありがとう。ペンライトフォローしました、やったね。そのまま雅沼へ来てください、待ってます。俺も押してもいいですかね、はじめまして。嘘なの知ってますよ。はじめましてじゃないでしょ。もう初見詐欺は聞きませんよ私には。今ショールームの仕様でそうなってるしね。押しますね。あ、ありがとうございます。長野みやびって言います。こんばんは。あ、ありがとう初見さん、りゅうなすけさん。そういえば GU とちいかわコラボあるね。え、そうなんですか。え、それは知らなかった。え、そうなの、いつからだろう。グッとね、 GU ね、 GU ね、グッだからね、あれはね、グッとね、ちいかわのコラボ絶対売り切れますよ。もう無理だ、もう今から諦めてますもん。ちょっと買えないよ。なんて呼べばいいですか、ニックネームありますか。じゃああれしましょう、明日公演あるし、キャッチフレーズ。はい、あなたのハートにミヤビーム、ミヤビームって呼んでください。長野みやびです、よろしくお願いします。ふう、ありがとう。そう、この後にふうって言ってもらうのが約束みたいなやつなんですよ。ありがとう。ふう。6月17から17、結構先のようで先じゃない気が、でも先っちゃ先か。ミヤビームですね、わかりました、お願いします。17からか、なんだろう、パジャマとかですかね、コラボって。 T シャツかな、 T シャツかな、やっぱり。いいな。そう、ポケモンコラボとかも GU ってしてませんでしたっけ、去年とか。なんかすごい売り切れるのが早かったってね。メタモンとかのがすごい人気っていうのは見ましたよ。そう、いやー、並んでも買えないかな、どうだろうな。私本当にちいかわね好きなんですよ。でも並ぶのもな、ちょっと。そう。あ、僕より先輩じゃないですか。おお。先輩でした。あ、 T シャツとパジャマとかみたい、メンズはない。あ、でもメンズなくてもあれじゃないですか、レディースの一番大きいサイズだと入りそうだけどね。 T シャツとかなら全然入るんじゃ。あ、 T シャツとパジャマか、すごい争奪戦になりそうですね。そう、パジャマってね、結構可愛いの多いじゃないですか GU。 それでたまにフラーって GU 行く時に覗くと、すごいもう売り切れてるのばっかりなんですよね。17歳。若くて変な声出た。ミヤビームの泣き声です今の。ツイッターでちいかわ好き好き言ってたらもらえるかもよ、保証なし。公式の方からですかね、長野さんですもんね、作者さん一緒の。え、数量限定なの。うわー、それはもう諦めました。
オンラインとかもすごそうだもんな。なるほどね。確かに数量限定、まあそっか、コラボですもんね。あ、オンラインで勝負、うーんだね。あ、何適当に書いた。ちょっとちょっと、あ、もう怒っちゃった。あー、プンプンプン。プンプンですよ、プンプン。もう怒ってるからね、多めに言っときましたよ、プン。語尾みたいな、プンスコピね、本当にそうかと思っちゃった。ちいかわって人気あるなって。そうあるんですよ、かわいいですね、ありがとう。土屋さんかわいい、ありがとう。じゅんちゃんさんもかわいい、ありがとう。タイトさんいいね、ありがとう。トンスコピー。私がよく使うやつだ。そう、それ使いますね。まあまあ許しますよ、私のね、おちょこの裏より大きい心で。許します。和弘ありがとう、かわいい。ゆうさんハートありがとう。ね、器が広いでしょ。おちょこの裏より広いんですからね、狭いね。狭い心。これが心かってね。ゆうさんありがとう、ハート、ゲームのハート。いつもいつ頃配信してますか。いつもね、いつもはですね、夜が多めですね。9時とか、明日は公演あるから多分10時とか、遅かったら11時とか、そこら辺です。そば茹でながら見てる。おお、初めてかもそれ言われたの。目覚ましテレビでアニメ放送してるよね。ね、ちょっとねそれは見れてないんですけどね。そう、なんか声がつくのが なんて言うんだろう、嫌じゃないんですけど、すごい不思議な気持ちになっちゃうのであんまり見てないかな。うん、セルピアさんありがとう、ハート。あ、でもアニメ系で言えばね、あの笑うセールスマンって知ってます、みんな。知ってるか、さすがに。そう、あれのもう一気見放送っていうのがあって、 YouTube に公式ですよ、ちゃんと。そう、公式のチャンネルかなが出してるんですよ。ドーン、知ってる。あ、配信ずっと来ますね、わあ、約束よ。面白いですよね、あれ。そう、めっちゃ古いアニメだけどわかる。ドーンって。そう、私はちょっとしか見たことないんですけど、そう、すごいんですよ本当に。もう何時間もある、もう一気見だから。そう。すごい、なかなかにブラックな話ね、結構ちょっとねブラックな話多いけど、でも面白いですよね、話の展開がすごいポンポンってポン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 っていくから、すごい、なんだろう、こうね、見やすいね。語彙力な。心の隙間埋めましょうかね。見ましたよ、そう、見ました。見たって言ってもまだね3話くらいしか見てないけど。2か3ぐらいしか見てないですね。ミヤビームが知ってるのが不思議。結構ね見ますよアニメは、なんか遡っておすすめで出てきたのもあるけど、そう、なんかおすすめで出てきたら見ちゃうじゃないですか。お水を飲みまする。
ただいまんぼー。そう、なんか今日あれ話そうと思ったんだけど、なんだっけな。そうまあでも LINE のことは話したし、そう、葵さんのねそう、頑張ろう明日でもね、私がね、あの早く入るっていうのもあって、そう、もう髪の毛やっちゃうって聞かれたら、そう、ちょっとね、どうしようかなっていうのを思ってるんですけど、あとポニーテールって言われたらどうしようって明日の髪型楽しみにしとくね、楽しみにしといて夢猫さん、かわいい名前ありがとう、くまちゃんかわいい猫。インスタもフォローしますね。あー、よろしくお願いします。あ、0738ですすいません、見切れちゃってるんですけど、そう、これをね、こうするとね、なんと出現するんですねそうまだの方はぜひよろしくお願いします。ツイッターはこっち、全部小文字です、英語のとこそう、これ私が画面触るとね、戻っちゃうんですよね。ちょっと待ってね、ほらギギギって言ってるの分かります？隠しコマンドで8が出現そうそう、そんな感じ明日当日券あったらチャレンジしようかな。おお、待ってますの寿司ですよ待ってます、見つけちゃいます、来てくれる方後輩は先に入るとかルールあるの？ああ、全然そんなのじゃないですよただ自主練するだけそうそんなそんなちょっと怖いじゃないですかね、ブルっちまいますよそんなのねガクブルなっちゃうよただの自主練よ全然ないからそんなのでもお弁当も楽しみですね明日。なんだろうな、お肉がいいな、あ、でもお魚もいいな、なんか焼き魚最近食べてないんですよね、だからお弁当でワンチャン狙ってますガチガチな体育会系本当ですよあれ、今日早く入ってなかったよねシルピアさん、ファイト、ありがとうひろゆうさん、くまちゃん、ありがとうみやびちゃん、写メ会で隣のレーンからしか見たことないから公園で見たい。見たことあるんかい、隣のレーンでね、そのままね、隣のレーンに移ってもらってもいいんですよ、私のレーンって意味公園でも見てみやちゃん、今日も可愛いっすね、服もいい感じでしょ、今日は暖かいからね、ちょっとモコモコ系着てますサバが美味しい、わかる、サバ好き、ホッケ好き、あー、ホッケ美味しいよね。でもお弁当だと何があるかな、うーん、出てくるのだと多分サバとかなのかな、やっぱり隣のレーンあ、私は5期生です、5 最強焼き、あー、美味しいねこんばんは、こんばんはね、隣のレーンから見る握手会あるある、でもそういうあるあるがね、できてね、嬉しいっちゃ嬉しいですよ仕事から帰って何食べよう、お、決めましょうか決めましょうか、じゃあみんなの、まだね9時とかなってないからあれですもんね、ご飯食べてない方もいると思うので、マシカさん、パカラ、ありがとうじゃあ夕飯は、
サバの塩焼きでどうでしょう。ちょっと朝っぽくはないか。でもか味噌煮でも OK か。夜食じゃあ2つくらい決めときましょうか。枝豆と、あ、お菓子でもいいですか。1個、ミーノっていうお菓子知ってます？みんなもう食べちゃったかわいいミーノって知ってます？なんかあのそら豆みたいなのを、なんだろう、なんか緑色のパッケージなんですよ。とりあえず枝豆、あ、そうそう、枝豆みたいなやつ、そう、ミーノ、あれ違うっけ名前。そう、なんかね、そら豆みたいなのを本当にそのまま揚げた、焼いてあるのかな、素揚げかな、あれしたしてあるやつ。ああ、合ってる、知ってる、おお、よかったそう、それ美味しいんですよ。なんかね、糖質もそんなになくてね、カロリーもそんなにないんで、そう、いいですよそれでお願いします。じゃああ、デザートはもちロールでもいいですよ。いいな、もちロールね、いいですねそれでじゃあ報告待ってますで、話してたら半過ぎてますね。そう、さっきから過ぎとるやないかいって思ってたんですけどそう、あの、私がじゃああれ待って、先にタルタルさんありがとう、くまちゃんありがとう、ありがとう。そう、どんな感じのがいいと思いますか、今日書く衣装ビームちゃんがいるから申し込もうかな、嬉しいすごい嬉しすぎて変な笑い声出ちゃったひひひって待ってます、そばできたよかったねサイナスさんありがとう、くまちゃん。そう、どういう系がいいかなって思って、今日、あ、動物系って言ったんですっけ。そう、それでね、ちょっとね、書いてみたんですけど、そう、これはね、なんも関係ないやつ、そう、こっちのが分かりやすい。そう、これはただ単に空き時間に書いてたやつですねちょっと拡大しようあ、そう、これあの黒いノートなんですよ。そう、そうなの。だから白いペンで書いてるだけで気にしないで、全然。そう、こんな感じ、ちょっとミニモニさんを意識した感じですね。なんか最近ってルーズソックスとあれが流行ってるらしいんですよ、アームウォーマーとか。そう、だからちょっと肩出すけど、ここからここら辺から袖があるやつとかもいいなって思って。そう、あ、全然ノートの表紙じゃなくてね、これ全ページ真っ黒なんですよ、こんな感じ。こちらお値段なんとっていうねあ、ミヤビームのウィンクで倒れました、あらじゃあそのまま筋トレしてください。でね、こっちはボツになったからこれちょっと見にくいかもしれないんですけどこれわかります？ここに48って入れたくて。そうで、時計なんですけど、これそう、スカートの後ろに尻尾つけて不思議の国のアリスみたいなのを意識したくて、で48を時計で4と8のところに上身と短身合わせたって感じですね。そう、これはね、もう鎖骨とかすごい見える感じのお腹出しで、
でロングスカートでもいいかなって思ってます。そう、この針で4と8を表して、で448っていう意味。8の位置がだいぶ違う。そう、そこはね。そう、これは単に書いてただけなので。あとこっち、トランプ柄入れてもいいかも。あー確かに、そう、これは書いてたやつ。普通になんか王道なアイドルのだとフリルここら辺にあって、逆にこう下がるフリルじゃなくて上がるフリルだと可愛いかなって思って。そうで、ここにちょっとリボンついて、腰に大きいリボンつけて、でちょっとひらひらが見える感じのにしましたね。でフルーツ系も描きたいなって思ったんですけど、全然思い浮かばなくて。リンゴの中に48っていうのが入ってるよっていうだけのになりましたね、こっちは。でこれがかっこいい感じので、セーラーの襟っぽいやつというか、なんかそれでなんかすごい私の顔がすごい反射してる。でそう、パンツスタイルなんですけど、ジーパンじゃないや、なんて言うんだっけ、ショーパン。そう、でも踊ってる時にふわって見えるのがやっぱりいいのかなって思ったから、ちょっとフリルを腰回りにつけたって感じですね。そう、これを自主練の合間に書いてた感じです。ね、今から書くのは着ぐるみ風の書いてみましょうか。難しいね、どういうのだろう。猫にしようかな。そう、ビームちゃんの第6巻が大好きです。本当。嬉しい。いや嬉しいな、なんかこうやって公演のどこが良かったよみたいなの言われるのすごい嬉しいです。角田さんありがとう、かわいい。伊豆千代さんいいね、ゴリーナさんもいいね、ありがとう。パンケーキさん最高、ありがとう。あ、ゴリーナさんいいねもありがとう。伊豆千代さんうま、ありがとう。長さんありがとう。さくらんぼごちです。マッハさんかわいい、ありがとう、ありがとう。かな。あ、ヨッシーさんありがとう、結婚して夢でな。じゅんちゃんさんうわありがとう。ありがとうみんな、おりごとう。ミヤミームといったら猫。お、本当。一回ね、8周年かなんかでシャム猫はやったことある。そう、あれなんかシャム猫っぽい選抜だったらしいですよ、よく知らんけどね。私ってシャム猫、なんか猫っぽかったんだっていうのをそこで知りましたね。あの本当かわかんないんですけど、あれ、ペン、あったあったあった、8周年懐かしいね、ほんと懐かしい。ケンゾーさんですよね。そう、すみません、ずっと間違えてましたよね、ケンザンさんって呼んでた。ありがとう、あった。ありがとうございます。じゃあ今日の書いていきましょうか。ゆうさん、あ、バラありがとうございます。あ、ありがとう、たくさんハート。けんぞうさん、じゅんちゃんさん。ありがとう。おひさ、おひさ。おひさ。ジェンさん、ありがとう、さくらんぼ。ごちー。じゃあ、書いていきましょうか。着ぐるみ風か、雨の動物園みたいな感じでしょ？
むずいな。猫耳つけようか。猫耳はつけたいですね。なんかピンで止めれるタイプとかね、今あるから、それだと落ちないんじゃないかな。うん、うん、うん、でね、じゃ黙っちゃうんですよね、こう書いてる時ね、黙っちゃってね、あれですね、あれがあれですね。もうなんか書いてる間に話すこと、あ、ちょっと間違えた。そうね、そう、明日はでも葵さんに髪型決めてもらうし。そうね、あ、じゃあ、あ、そういえば明日椎茸占いの日ですよ。そうだ、楽しみだね。それも着ぐるみ風か。うーん、でも夏っぽい感じですよね。うーん、よし、ちょっと猫耳先に書いちゃおうかな。すごい黙っちゃう、ほんとダメだ、何集中しちゃって、123、夏っぽい感じだとやっぱこうかな。まあでもなんかすごいありきたりな感じになっちゃったかも。あ、ちょっと文字が潰れた潰れた。うん、見えるかな。皆さん今日何してました？急に聞いてくる。どんな日曜日でした？サザエさんとか、あれでも時間変わったんですっけ、どうだっけ、見ました？私ドラえもんとかも録画してるんですけど、そう、あのね、なんかじゃんけんがあるんですよね。それにね、いつもね負けてて、ちょっと悔しいんですよねっていう小話。そう、なんで負けちゃうんだろう、あれ。いつもドラえもんが強すぎてなんかズルしてるんですよ、多分。そう。録画してる録画してる。そう、録画しますよ、そりゃ、だって見たいもん。ね、公演がその日あったりするとね、ドラえもんガチ勢。そう、あのドラえもんガチ勢なので、私クレヨンしんちゃん、ドラえもん、サザエさん、なんだっけ、前にやってるやつ、ちびまる子ちゃん、ガチ勢なのでね。
あ、ガンダムの映画見てきた。おお、いいね。映画見たいな。映画見たいな。そう、まさにね。ん？まさに？何？すごい自分に問いかけちゃった。もうできます。あ、もっとプリであってもいいかも。うん。あ、ちょっと待って、ちょっと待っていいね。あ、塗らない方が良かったかも。今更後悔、遅いわい。できた。じゃん。どうですか。どう。猫ちゃん。黒猫です。あ、待って。ここ黒いブーツでもいいかも。だったら。ちょっと色を、できた。こんな感じ。じゃーん。かわいい、ありがとうみんな。そう、おへそ出しですね。夏だし、そうで、ノースリーブでちょっとモコモコした生地だといいかなって思って。で、猫耳はこれはなんかふわふわしたタイプの猫耳つけたいので、ピンタイプ、ピンが裏についてて、こうやってパチッて止めれるようにすれば踊っててもまあ、落ちないんじゃないかなって思って。で、これ雨の動物園とかでもつけてたんですけど、そう、手袋ですね、猫ちゃんの手の。かわいい、嬉しい。で、尻尾はちょっと長めにしました。あと存在感ある感じで、で、黒猫なのでこれ一応一応ね、黒猫っていうイメージで描いたので、で、あれですね、赤がよく似合うと思ったので、黒猫とは。これはいいぞ。お、嬉しい。で、ここにね、ちょっと見にくいんですけど、このロゴの周りの囲ってるのも猫の形になってて、そう、それで HKT って入れたいなって思って、で、スカートはフリルがちょっと多めにあればいいなと思って、こんな感じにしました。採用、本当。どう。あ、長めにすると周囲のメンバーに当たっちゃうか。そっか、いろんな柄の猫ちゃんとかも、どう、そう、猫以外にもウサギとかでも全然可愛いかなと思って。そう、白猫とかだったら白いブーツとかあったら、スニーカーってルーズソックス系でも可愛いかもって思ってます。あと、なんだろう、プリオみたいなヒョウ柄っぽい猫ちゃんだとかだったら、逆にこっちをレザー素材にしちゃってちょっとかっこいい感じにしてもいいのかなとか思いましたね。どうですか、ちょっと語っちゃったんですけど、次のシャウ猫の衣装これで決まり。おー、嬉しい嬉しい、頑張った。早速衣装さんに作ってもらおう。良き、嬉しい。マイクはね、あれ知ってます、皆さん、雨の動物園のね、手袋あるじゃないですか。あれ、なんか輪っかみたいなのがここについてて、ここら辺にねついてて、ちょっと一旦下げますね。そう、なんかね、通せるようになってるんですよ、マイクを。そう、落ちないようになってるんです。こうやってもここにくっついてるっていうか、
あとなんかね、そう動物によって違ったんですけど、なんだベリってやれるやつがあってそう、そこにマイクを通すみたいなのがあるんですよ。そうでもなんかなぜかね私の なくてそう私のね手袋ついてなかったんですよ。輪っか通すやつもベリってつけるやつもなくて私の腕力で本当に持ってたんですよあれ本当に客席に飛ぶかと思っちゃったんですけど、よかったね飛ばさなくて。あそうマジックテープ、そうマジックテープもねなんかトレーかけちゃってたか何かでなくて片方そうそうもう昨日ね話した握力の話がねなんか伏線みたいになってねいやでも頑張りましたよ。もうずっとマイクこうやって握りしめててで衣装こんな感じでしたこんな感じ猫耳、そう大きい猫耳がついたやつか可愛いじゃないですかね。だからこういうのしたいなと思って、ちょっと緊張して喉が渇いちゃうみやびんも握力あるから大丈夫やろそんな靴を飛ばした先輩そんな名前を出さないってボルデモートみたいになっちゃってますよそんな伊豆千代さんいいねありがとう、ともちゃんさんもありがとういいね、にぎりんこぶしさんうまいねありがとうくまちゃん、すごい武士で例えるのうまいね。ともちゃんさん、チェンさんかわいいありがとう、伊豆千代さんいいねありがとう、ケンゴロウさんもかわいいありがとう、ゆうさん尊いありがとう、パンケーキさん、伊豆千代さん、かずひろ86さん、シルピアさんかわいいありがとうございますじゅんちゃんさん、てんさんいいねありがとう、それとはーハクウェイさん、クマちゃんありがとうユウさんもハートありがとう、そしてキムドンさんありがとう、クマちゃんありがとうかな、あと今いただいてるのん、カツラさんありがとう、クマちゃんケンザンさんかわいいハートありがとうですかね、見逃してはないはず、よしよし名誉のために名前出さないそうね初めまして、初めまして、ビームちゃんは48グループの公演でどの公演が好きなの、どれが、でもちょっとなんだろうな、無難かもしれないけど、会いたかったとかやってみたかったですね、パーティーとか、そうねやってみたかったなね、でもノーパラも楽しかったし、なんかいろんな公演、最終ベルとかやってみたかったですそう曲がね好きでねそう、こんな感じでも制服の目もねすごい楽しいです、ほんとなんか毎回楽しいから、ほんとにね会いたかったが一番好き、おーいいね、ちょっとやってみたかったなかゆいそう、あそういえばね、そうそうこれを話そうと思ってたんですけど、そう全然どでかいネタとかでもないんですけどねそう
私のねメイクポーチにだんだんコスメがね増えてってるんですけどそう、それね、あのアネミームが博多来てくれた時とかに置いてったものとかを全部ちょっと仮パクしててそう、やっぱりねアネミームねデパコスとか持ってるのでね、それをねちょっとね仮パクしちゃってねそう、明日も使います。それなんか一軍コスメをね忘れてくんですよね。それ本当に一軍なのかって思っちゃうんですけどそう、明日も使うそう、 LINE で使うなってきてるんですけどねこれ忘れてったよねみたいなのね、LINE してで、なんか使ってみたけどめちゃくちゃ良かったよって感想を送ったんですよ。そしたら使うなってきましたね、使いますけど明日も、今も使ってますねあえて忘れてくアネミームの優しさお、実はわざと置いてってる説。え、でも本当になんか私がなんかちょっといつか使ってみたいなみたいなのがなんていうの置いてあるんですよ。そう、忘れてってるのでね、ちょっと優しさかもしれないですね。なんかちょっと敵みたいな言い方しちゃって申し訳ない感じですね。ペコリペコリってそう、忘れていったものは私のもの、そうですよね、もう本当にもう使用感はあるんですけど使ってるなっていう、優しいあんたのために置いてったんじゃないんだからねってやつですかってそうですね、そうかもしれない本当にすごいいいんですよ、ツンデレなのでもアネビームの洋服とか私が選んでるんですよ。なんか自分の洋服選ぶセンスはないんですけど、そう、アネビームの洋服とか選ぶセンスはあるっぽくて、そう、選んでって言ってきますよそう、センスあるんですよそう、よく選んでますね通販で、なんかリンクもう送りまくってジャイアン理論アネミームこれ見て顔真っ赤になってるんじゃって見てない見てない見てないよビームちゃんの恋愛禁止条例公演見てみたい、特にハート型ウイルスね、やったことないですね。そうね、公演はねたくさん覚えたいなと思ってるのでぜひお待ちよガーノスさんかな、ガノスさんありがとう、クマちゃんありがとうそう、もう一回じゃあ説明しようかな。そう、アートコンペ用のギフトのもらい方なんですけど、私のショールームでまずコメントしてもらって、次に自分のご自身のショールームのメニューでチャレンジってところに行ってもらって、そしたらくまちゃんのギフト10個ぐらいもらえるはずなのでお願いしますで、私のルームで投げてくれると嬉しいですお願いします、ご協力あ、8時やけど今日は何時まで、じゃあ15分になったら男女読み始めようかなって思ってますね、そういえばだった、ごめんごめん。ちなみに今日描いた絵はこんな感じでしたおしまいセットは明日まで、そうですよ、そうだ
そう、それのねツイートもしようと思ってたんですけどそう、なんとねこういう可愛いスマホリングがね手に入っちゃうんですよ。そう、これ私がデザインしましたもうねすぐね取り出せる場所にあるんですよねトートバッグもいいよね。そう、トートバッグね、もう結構な大きさでね、ちょっとまだもらってないんですけど、そう本当に A4 は絶対入るだろうなっていうサイズですそう、こんな感じ回せますよ、これ一周とか。あ、回せないかな、あ、ちょっと怖いからやめとこう。あ、回せますね、普通に回せる。ちょっと危ない、今壊すのかと思っちゃったそう、トートバッグね、思ってたより多分みんなが想像してるより大きいんじゃないかなって思うので、全然なんだろうな、それこそ何 T シャツとかね入れて握手会以上で着替えるっていう方とかは結構いいんじゃないかなって思います。そう、最初ねこういうリングってね買いたいよね。こんな感じ私が全部トートバッグもデザインしたのでペンライトとかもその全部ねプリオなんですけどねトーモさん、かわいい、ありがとうね、そう、マリアさんのツイッター見てたらかなりでかいって。そう、私もね、そう、それ見てねほーって思いました。そう、かなりの大きさだと思う。あー、制服の目公演申し込もうか迷ってる。あー、仕事の関係で迷ったら申し込んじゃおう勢いですよ、勢いでレッツゴーそのうち緩くなるからスマホリングまた変えればいいのに。お、なんとなんと30分以内にお電話いただいた方にはプリオ推しとしては絶対、もうもうスマホリングはミヤビームグッズで初めて使います。嬉しい私もねスマホリングね一時期ハマってた、まあ好んで使ってた時期があってそう、今ねだからスマホカバーを変えないとね、そうプリオのスマホケース作ったんですよ。そう、それでねそれを変えないとね、そう最近土日に公演ないから遠征組には辛い。あー、 DMM 再選でお願いします。そう、確かにね土日にないですよね公演。その分ツアーとかねね、ツアーやってますよね、ツアーとかはあるけど確かに土日やりたいですよね。あと出張公演またね縁があったりしたら行きたいですねね、なんか昇格できてね、その上でっていうのだと多分前回の研究生公演とは意味がねまた違った感じになると思うからしたいですねね、すごい楽しかったし、なんか劇場が本当にね違うから。日曜日のお昼に制服の目公演を私は祈っときますね、確かにねないもんね、平日が多いですもんね。確かに確かに確かに、土日の公演は倍率が高い。ああ、なるほど。でもそっか、そうなるか。ね。ツ
それは最も近い大阪も平日、いやその分ね運が回りますよどこかにその分そう、もしかしたら急に土日にドドドンって来るかもしれないし、公演がその時はねみんな準備しといてくださいね。ね、来たいって言ってくれたんだからね、ね、楽しみですね。私明日何のユニットなのかとか予想しといてください来ちゃったわーって、ありがとうチャレンジに行けない、なんで、あ、なんでだろう。こうでもコメントしてくれましたもんね。もう一回ちょっとチャレンジだけにチャレンジしてみてください。福岡でコンサートねしたいね、ほんと。コアファイト、ありがとう、頑張るんばね、この後もねやるのでね、楽しいよね本当に。なんか最初ジャンプするからね、あそこで結構気合入りますよね。なんかジャンプする前にターンするじゃないですか、最初もう最初のドンみたいな音で。そう、あれがいつも私すごい、まあ、緊張はしちゃうんですけど、そう、その緊張がマックスの時にあれどっち回りだっけと思ってそう、なんか忘れたっていうか、そう、なんだろう、忘れてるわけじゃないんだけど、そう、多分もう焦りがすごくて、あ、どっち回りだっけって思っちゃうんだと思うそう、そういうことがねあるのでねどっち回り時計回りかな。そう、あとね、制服の目公演は最初のイントロでテンション上がる、わかる。でもあのね、自主練するときにね携帯を最初握りしめとかないと音がね間に合わないんですよ。携帯置いてそこで再生スタート押して踊るってなるとね間に合わなくてそう、だからね最初はね携帯持ってね練習した方がいいですよみんなそう、みんなもねしてるかもしれないし、皆さんそう楽しみね、ほんと。そう、アンテナのね黄砂のやつとかあったじゃないですか黄砂の移動のやつとか、そうします、練習しときますって練習しといてください。そう、アンテナの黄砂もリハで一発出てきたんですよ。そうそう、嬉しかったもうよかったよかった。明日はね胸ポケットがね右にあるって思わないようにしますジロリンさん、ありがとう、くまちゃんありがとう確かに講座ミスなかったでしょちょっとねメキメキね、私のお腹の目も成長中ですよそう、よかった、もう本当に嬉しかったですね、結構スライドの移動とか多いじゃないですか、合格キスとか、まあアンテナはまあ交差とかだけど、上着脱ぐ時も気をつけて、あの時になんかもう汗で張り付いちゃってるんですよ。でなんか眼鏡が落ちないか不安で、そう頑張ります明日ちょっと
そう、場数だね。そう、本当にそうですね。場数が埋めたら、なんだろう、慣れ、いい慣れをするのかなって思いましたね。モバチアなるとテンション上がるよね。わかるいいですよね、あれ。なんか公園だってなりますもんね。でみんなの顔を見えると結構緊張安らぐ気がする。そしてそのうちポニテ解禁に別にね、禁止ってわけじゃないんですよ。そう、まさに禁止条例ってね。今のは面白くなかったね。60点くらいそう、まあでもポニテは5回目以降にね、しようかたんすごい噛んでる噛んでる、しようかなと思ってるので、あと2回、あと2回あと2回でね、5回超えるんじゃないかな。6回目になるのかな、目だけにってねちょっとね、つまんないことばっかり言ってますねダメですね、なんかギャグのセンスがなくなっちゃったねえ、もっと磨きます。そこも生誕祭 DMM でビームを送るね。お、受けときます、受け取ります今のは50点。明日は DMM で最善予定。お、いいですね、皆さん DMM の最善絶好調ですねまあねそんなことないよ優しいまあギャグのセンスも磨きつつ、そしたらトークとかもね、上がるかもしれないしそう、 MC とかもね、もっと自分も出せていけたらなと思うので頑張ります。そう、 MC ね、どうしてもなんか影みたいになっちゃうので頑張らな。とりあえず MC ガンガン行こう。もうそこもね、ガンガン行こうぜですよね。そこでも人見知り出ちゃってるからかな。なんかね、やっぱりもう人見知りを克服するのですよ。もう本当にそれに限る。ファイト、ありがとう、たまちゃんさん。喋り倒そう。もう私のトークライブみたいな感じで喋り倒しますよ。もうね、もうみんなが困るくらいの、なんかすごい喋ってるけど。かける時までずっと喋ってますよ。マイクが切れるまでずっと。ミヤビームならできる、頑張って。ありがとう、優しい。ビタミン C ってね。あ、15分ありがとう。待ってね。13位の方から。うん、読みます。13位はケンゴロウさんです。12位はトシさんです。11位はユウさんです。10位はカズヒロです。9位はデデちゃんさんです。8位はチェンさんです。7位はナガさんです。6位はプッチョさんです。そして5位はトモちゃんさんです。そして4位はゴリーラさんです。そして3位はタイトさんです。そして2位はパンケーキさんです。そして本日の1位はドゥ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 、じゅんちゃんさんでした。おめでとう喉鳴った、ごめんおめー、パチパチパチ、めでたい焼きということで、お礼を書きます。ありがとう、んかつ応援してます、頑張って。 ありがとうございます。
キマスの寿司。一おめでとうて。ちょっと漢字がわからない待って、どうやって書くんだっけ、合ってるかな。ちょっとつぶやくってどうやって書きます。いやちょっとね、なんかちょっと出てこなくて。いやなんかわかるんですよ、わかるんですけどねつぶやあーありがとう合ってた合ってた。いやいやちょっと待って、あうんありがとう。これは、あ、こっちか。1,2,3,4,5,6。みやびより。かけた合ってた合ってた。おめえ、あちょっと遠いね。おめです、ありがとうありがとう。おめえ、よき読んでくれてるんだね、ありがとう、当たり前よありがとう、オッケーオッケー、ありがとう。皆さんおめでとうございます。壇上に上がってるみんなも、来てくれた方もありがとうございました。それじゃあここら辺にしようと思います。ありがとうございましたありがとう。それじゃあおやすみなさーい。バイバーイ。